タブマンバーグは、リベリアのお都市。ボミと呼ばれることもあり、また以前は、バイタウンとも呼ばれていた。人口は13,144人。リベリア西部に位置し、ボミ軍の州都である。首都モンロビアの北西に位置し、ボミヒルズの麓にある。住民は、バイ人が多い。市の名は、リベリアの大統領ウィリアム VS ・タブマンの名に、ちまんでいる。 タブマン大統領は、ボミヒルズでの鉄鉱石の採掘権を鉄鉱会社の調査及び開発を売り込み、交渉の末、アメリカ資本の鉄鉱会社を中心にこの地域での鉄鉱石の開発が始まった。鉄鉱石やダイヤモンドの鉱山があったが、リベリア内戦によって破壊されてしまった。第一次リベリア内戦では、民主リベリア統一解放戦線の本拠地となり、ウリも分裂後は、 ありもジョンソン派の本拠となった。第二次リベリア内戦では、セクーコネヒキール・ハン・チャールズ・テイラー大統領の、武装勢力である、リベリア民主和解連合、リベリアンズ・ユナイテッド・ホー・レコンシリエーション、アンド・デモクラシー、ラードの本拠地が置かれていた。ありがとうございます。